こんにちは、南雲圭天です。今日も YouTube のブログじゃない、YouTube の動画を撮っていこうと思います。今日はですね、ちょっとお客様とお話をしている中で、手巻き時計にちょっと興味があるんだけども、手巻きがちょっと難しい、めんどくさいと。あと、例えば、手巻きは毎日決まった時間に手巻きしなきゃいけないんですよね、みたいな話もあったので、そんなことは実はないです。大昔じゃないんです、今は。もう素材だって設計だって圧倒的に優れてるようになったので、例えば朝、ゼンマイ巻きます。で、お昼頃に、今日巻いたかなという時は、また巻いてもらって全然構いません。朝巻いてるとほんのちょっとしか巻けなくて、巻き止まっちゃうんで、それはそれでいいですし、朝巻き忘れてお昼頃に気づくと、ちょっといつもより多めに巻ける。それだけで全然いいです。気にしなくていいです。巻く時間なんて。それはね、1時間おきに毎回巻くなんていう、そんな非常識なことをしなければ、一般的な考え方であれば、いつ巻いてもいいというぐらいに大丈夫ですから、手巻き時計、なんて言ったって音がいいですから、ぜひ使ってみてください。よろしくお願いします。